今週の動画の内容はアンケート結果で1位だったものです。アンケートに参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。関西国際空港は1994年に開港した西日本を代表する空の玄関口です。鉄道アクセスでは JR と南海電鉄が乗り入れ、それぞれ遥かと関空快速、ラピートと空港急行のように大阪都心へ直結する列車を運行しており、ほぼ互角のシェアとなっています。そんな関西空港には2031年の開業を目指す浪速寺線の列車が直通する予定であり、大阪都心へのさらなるアクセス向上が期待されています。しかし実はその他に関空にリニアを通す構想があることをご存知でしょうか。今回は2つの異なる関空リニア構想についてご紹介します。関空へのリニア構想は2つ存在しており、ルートや意図が全く異なるので、それぞれ分けてご紹介します。1つ目は2009年に当時の橋本徹大阪府知事が提案したもので、大阪都心と関西空港をリニアで結ぶという構想です。橋本知事の提案はリニア中央新幹線の品川新大阪間開業を前倒しすることにより、伊丹空港が不要になり廃止となった伊丹空港跡地の売却益で関空リニアを建設するというものでした。当時の関西空港はまだ伊丹空港と経営統合しておらず、伊丹と競合関係にあったため、このような持論が展開されていました。橋本氏が提案していた関空リニア新線は、従来の鉄道では30分以上かかる関空と大阪都心のアクセスをわずか10分に短縮するという思い切った案でした。しかし国土交通省の試算では1兆5000億円の建設費がかかり、伊丹空港跡地を売却した利益では到底足りないことが指摘されました。その後2012年に関空と伊丹空港が経営統合を果たし、伊丹廃止論が下火になったことや、2014年に浪速寺線計画が本格的に動き始めたことにより、大阪と関空をリニアで結ぶ構想は立ち消えになりました。代わりに最近話題となっているのが、2つ目にご紹介する奈良と関西空港を結ぶリニア中央新幹線の支線構想です。この構想はもともと2017年12月に奈良県の荒井知事がリニア中央新幹線の奈良市付近にできる駅と関西空港を結ぶ新しい鉄道路線を提案したことから始まりました。当時はリニア方式ではなく、建設費が抑えられる鉄輪式でのスーパー特急方式で建設することが検討されていました。その後2019年4月に荒井知事は新路線をリニア方式の支線に構想を変更した上で公約に掲げ再選を果たします。2019年6月に知事は奈良と関空を結ぶリニア新線のために2500万円の調査費を計上しました。この構想のルートは奈良市付近のリニア中央新幹線新駅から南下し、奈良県大和高田市、御所市、五條市、和歌山県橋本市にそれぞれ設置される新駅を経由し関西空港に至るというものです。奈良市付近駅と関空を20分から30分で結ぶことが想定されています。この構想が突然浮上した背景には、好調なインバウンド需要と関西空港に到着する外国人観光客を奈良県に誘導する狙いがあると説明しています。当チャンネルではリニアの中間駅設置場所で奈良県と京都府が誘致合戦を行っていることをたびたびお伝えしています。今回の関空リニア構想は新駅の奈良県内設置を確かなものにするという意図も見えます。今年7月に掲載された乗り物ニュースの記事では、奈良県内を縦断するリニア支線を建設するのは県内でリニア新駅誘致を行う複数の自治体への融和策であるという考察がなされています。しかし奈良県内でリニア誘致を行っている自治体は奈良市、大和郡山市、生駒市とすべて県北部に位置しており、リニア支線が結ぶ予定の県南部はもともと名乗りを上げていないことから、この考察には疑問が残ります。
いずれにせよ、ルート上では桂木山を貫く長大トンネルが必要になるほか、リニア方式での建設となれば、たとえ単線でも超単位の莫大な建設費が予想されます。本当に実現に向かうかは、今年度の調査結果を待つ必要がありそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。